ね。はい、皆様おはようございます。キースジャガーです。2020年2月28日金曜日10時16分です。おはようございます。現在地点阪神高速4号湾岸線南向き泉佐野和歌山方面行き、今現在泉大津あたりですね、助松ジャンクションのちょっと手前です。今回の動画は、関西空港の方に行きます。連絡今日も渡ります。使い道ね、関西空港にご用のない方は使い道ないかもしれないですけれども、ちょっと珍しいやつやってみようかなと思ってます。よろしくお願いします。はい、今通過しましたのが助松ジャンクション、助松ジャンクションですね。助松ジャンクションは堺仙北有料道路からの合流です。この左から合流、阪神高速4号湾岸線は制限速度80キロですね。湾岸線泉佐野方面行き泉大津出口です。泉大津出口、出口を越えたところに泉大津のパーキングエリアがございます。泉大津パーキングエリアをご利用になった後でも、本線に戻れます。出口がないので、泉大津出られる方はパーキングエリア先にありますのでご利用になれません。パーキングエリア情報、大型満車、小型空車と書いてあります。すいません、泉大津のこのパーキングエリアでよく思うのが、大型のエリアと小型のエリアと分かれてるんですけれども、小型の方がこの2階建てになってまして、下の階の方に降りていかないといけないんですけれども、大型トラック止めるところにクルーズが止まってたりとかハイエースが止まってたりとか、今も見た感じそうだったんですけれども、大型トラック止めるところに乗用車止めるのやめていただけないですかね。遠方から何百キロと走ってきて、もう休憩しようと思って泉大津のパーキングエリアで休憩するよと何時間も前から狙いすましてきてる人たちが止めれなくなるんですよね。で、休憩もなしで過労状態で居眠り運転みたいなことをしないといけなくなるので、なるべくなら普通乗用車のところ空車と書いてて、大型の方満車と書いてたんですけれども、ねえ、普通乗用車の方空いてるじゃないですか。別に下に降りるのがめんどくさいとかそういうことじゃなくて、大型のトラックは普通乗用車のところに止めるっていうわけにいかないので、ね、もうちょっとマナーよくご利用になってほしいなといつも思います。泉大津は上下線ともパーキングエリアございますございますけれども、ちょっと休憩したいなとかトイレ行きたいなと思っても止めれないんですよね。大型満車と書いてあって、で、満車やったらもう仕方ない行くかって言って諦めるんですけれども、通りすがりで見てみると大型のところに普通乗用車が止まってるじゃないかみたいなこと結構多いんですよね。申し訳ありませんが、もうちょっとマナーよくご利用ください。道の駅とかもそうです。
大型車止めるところが数台分しかないのに、そこにあのツーリングのバイクが置いてあったりとかしてね、あのバイクのチームみたいなのが。で、せっかく立ち寄ったけどトイレにも行けんかったわとか言うのとか、まあね、あのトラックの方はトラックの方でマナーが悪かったら、あの無理やり止めたりとか、あの道路に止めたりとかしてね、あのされる方もおるんですけれども、ちゃんとした止める場所がないんやったら、あの休憩できへんなって言ってそのまま行くこともありますんで。はい、すいません。4号の阪神高速4号湾岸線泉佐野方面行き、岸和田北出口です。料金所を越えてすぐの出口が岸和田北出口になります。もう説教臭いことをあの ごちゃごちゃ言うよりは、あの入り口と出口を確実にお伝えしなければいけないですね。すいません。はい、次が入り口です。岸和田北かな、これ岸和田北入り口です。岸和田北は入り口も出口も両方ございます。両方向ともあの入り口出口ございますので、岸和田北は岸和田北インターと呼びましょうか。阪神高速はあの出口しかなくて入り口はないとか、まあそういうのが多々あるので、ちょっと区別する意味合いから、あの出口しかないとか入り口しかないっていうところはインターと呼ばずに、なんとか出口みたいな言い方します。私はね、世間一般っていうお話ではございませんが、和歌山の方向いて走ってます。泉佐野方面、今回の目的地は関西空港となっております。もうすぐあの右手は海ですね。この阪神高速4号湾岸線と並行して走っておる下道、あの一般道は、大阪府道の29号かな、あの臨海線と言われる道路が走っております。岸和田大橋の岸和田大橋を越えますと、すぐに左手岸和田南の出口がございます。岸和田南は入り口もあんのかな、ちょっと行ってみましょうか。ありそうですね。ないか。はい、岸和田南出口です。南の入り口ですね。ちょっと距離離れてましたけれども入り口もございます。岸和田南の出口も入り口もありますので、岸和田南も岸和田南インターチェンジとお伝えしておきます。
まりペースよろしくないね今日は。まあ70キロ切れるぐらいのペースですね。ちょっと車多いんですけれどもね、今日は貝塚で降りる車がもうだいぶ手前から速度落としてるっていうことで、制限速度80キロの道路なんですが60何キロぐらいで走ってる感じですね今。はい、貝塚の出口、貝塚も入り口あるかな、これの方面行きです。制限速度80キロ、も出口とかなり離れて入り口ありますね。こちら貝塚入り口、貝塚インター入り口です。注意してください。貝塚インター入り口10時27分です。錦の浜公園っていう看板がありました。この右手、ちょっとカメラでは見えてないですけれども海なんですよ。一応砂浜になってて海水浴場みたいになってます。ちょっと須磨の海水浴場とかね、 あれぐらいの大きさもなくて、本当に小さな海水浴場なんですけど、泉佐野北出口、泉佐野北は入り口ないんじゃないかな。もうすぐ終点なんですよ、阪神高速4号湾岸線なので、もう終わり間際なんで今更入り口ないのかなと思います。はい、泉佐野北出口です。10時29分、湾岸線は泉佐野南で終わりです、終点です。その先は関空道になるかな。で、まあ関空道道なりに行きますと、阪和道の泉佐野インターの方に接続します。上野号というところに料金所がございます。で、関西空港はもう今ちょっと右手カメラ映ってるかな、これ橋が見えるかと思うんですが、海の上長い橋、あれ渡りますと渡った先が関西空港になっております。リンクタウンの背の高いやつなんやろ、あれリンクタワーっていうかな、なんだろう。まもなく泉佐野南の出口です。
佐野南出口、阪神高速4号湾岸線、こちらで終点となっております。この出口越えると別料金です。ご注意ください。このまま左方向にぐーっとカーブしていくんですが、そちら行きますと関空道で阪和道の方に向かって走ります。関西空港の中に入られる方はこの右車線を追ってください。もう間もなく 700m 先分岐します。右方向です。これくらい近づくとさすがに橋映ってますね、カメラでもね。天気がいいから見晴らしがいいですよね。左が浜道の方に行く方で、こちら臨空ジャンクションですね。臨空ジャンクション、この右手が関西空港の中に入る道路で、左手が浜道の方に向かう道路です。この橋もだいぶ長いんですよ。真正面に関空見えてまいりました。料金は920円です。スカイゲートブリッジ、長さ3750m。 ちょうどいいね、飛行機飛んでるね今、離陸中です。かな、落ちてきやせんだろうか。スカイゲートブリッジ R って何でしょうね。右ライト違うか。帰り道はリフトにならないかもね。 R って何やろう。関空だいぶ近づいて移ってまいりました。左手に飛行機がちっちゃく見えてますね。あと2キロ半ぐらい行くと料金所がございます。表示されてませんが、制限速度80キロやったと思うんですけれどもね、ちょっと表示されてませんでした。これ天気によっては風が強い日とかは50キロとか制限がかかるので、そうなると電光掲示板数字が入るんですけれども、今現在普通で走ってくれということなので、60キロか80キロなんですけれども、他の車が、ね、いないから分からないんですけれども、60キロぐらいで走ってるともうビュンビュン抜かれるんで、おそらく80じゃないかと思うんですけどね。関空道自体は80キロやったと思います。ちょっとしばらく来てないんでね、いい加減な情報なんですけれども、スカイゲートブリッジが何キロなのかはちょっと忘れました。多分80ですね。電光掲示板じゃない制限速度の表示もどっかに表示すりゃいいのにね、地面に書くとか。およそ1キロ先、有料道路出口です。おー、大きく見えるね、飛行機。あー、もうカメラの車角に入らないね。でかいな。フランスと書いてある。手が海で左手が空港になります。まもなく有料道路出口です。
関空道の終点、関空の中ですね、ここが終点なんですけども、これ関空道料金結構高かったと思いますよ。ご用のない方ドライブで来たら結構料金したと思います。ドライブでは混む方がいいと思いますね。いくらやろ、分からん。はい、第一ターミナルとか書いてる方、飛行機乗ったり、お迎えに行く方は、この左、一番左、第一ターミナルと書いてる方、行ってください。第二ターミナルにご用の方は第二ターミナルです。およそ700メートル先、72方向です。国際貨物の方に行きますので、一番右です。私は飛行機には乗りません。関空に荷下ろしに来てるだけです。飛行機に乗る方は左です。およそ300メートル先、斜め右方向です。見たことない飛行機止まってるな。やっぱ国際空港面白いね。まもなく斜め右方向です。もうちょっと左移したのか、今更遅いかも。の中は制限速度60キロです。特殊な区画に入りますと制限速度30キロとか表示されているところもあります。私が今から入っていくところはゲートくくったらもう30キロになります。制限が。およそ700メートル先、斜め右方向です。目的地まで2キロメートルです。これの真上飛行機通ってるとこ見えるんですけどね、ここからね、この隙間から今飛行機通ってないですよ。はい、おそらくこの辺からも30キロの区画になります。で、もうそろそろ到着しますので、この辺で動画切らせていただきます。
じゃあ動画切りますね。25分ぐらいか。結構早かったね。ご視聴ありがとうございました。失礼します。